こんにちは、ギリナナです。今回はてるてる坊主のキーホルダーを編んでみました。4センチぐらいの小さなものになるんですけども、ちょっとこの日は晴れてほしいなとか、あとは晴れの日にお出かけしたいなっていう時などに一緒に連れて行っていただけたら嬉しいなと思います。もしよかったら編んでみてください。はい、では材料です。今回はセリアさんのニューエンジェルコットンで、カラーナンバーが219番、円が 100%、 120g、 約 49m、 塩かぎ針が3号から4号、メリアス編みの標準ゲージが23目、 33.5段となっています。余っている糸を使っていきます。あとは同じくセリアさんの UV コットン 100%、 こちらはカラーナンバー5番で、面が 100%、 20g、 61m、 塩かぎ針が3号から4号、メリアス編みの標準ゲージが 24.5目、 32段となっています。で、これは本当に少しだけ使っていきます。組の部分をちょっと縛るんですけども、色を変えようかなと思ったので、こちらを使っていこうと思います。で、糸は両方エンジェルコットンでも UV コットンでも大丈夫なので、好みのものを、コットン糸とかだと小さくできると思うので、お好きな糸で編んでみてください。で、かぎ針は4号針の 2.5 ミリを使用していきます。あと頭の部分に入れる綿ですね、綿も使っていきます。あとは刺し目を使っていきます。これが3ミリのものになるんですけども、3ミリだとちょっと小さなお目目になります。で、お顔は好みになると思うので、4ミリとかでも可愛いかなと思います。お好みの大きさでつけてみてください。で、刺し目がないなという方は刺繍とかでも可愛いと思うので、お好みの目をつけてあげてください。で、刺し目を使うときにボンドですね、これはセリアさんで購入したクラフトコマチというボンドを使っていきます。普通のボンドでつけていただいても大丈夫です。で、刺し目をつけるときに、私はよく竹串とかを使うんですけども、竹串だと綿を入れるときとか、あとは刺し目をつけるときにあると便利かなと思います。もちろん他の細いものでも大丈夫です。で、あとはキーホルダーにしようと思うので、今回これはリリアンの糸になります。ダイソーさんで結構前に購入したものになるんですけども、これパステルカラーの中の白いものを使っていきます。これはもう同じ糸でも大丈夫なので、あればという感じで使ってみてください。あとはキーホルダーのパーツですね、これはセリアさんで購入したクラフト金具キーホルダーパーツという4個入りのものになっています。で、あとはキーホルダーのパーツをてるてる坊主につけるときにペンチでつけていきます。ではまずはエンジェルコットンの黄色い糸で編んでいきます。輪の作り目から編み始めます。指に糸端を2回巻きつけて指から外します。輪の中に針を入れて、針に糸をかけて手前に引き出します。で、鎖編みで一度キュッと引き締めておきます。鎖一目で立ち上がったら1段目、細編みを6目輪の中に編んでいきます。輪の中に針を入れて、針に糸をかけて手前に引き出して2本引き抜く。で、細編み1目で、あと5目編んでいきます。2、3、4、5、6、細編みが全部で6目編めたら、ちょっと糸を引っ張って休ませておきます。糸端から出ている糸を見つけます。で、糸端側から引っ張って輪を縮めます。その時にこの中心にリリアンの糸をつけたいので、紐をつけていきたいので、あんまりぎゅっと閉じないようにしておきます。少しだけ穴が開いているかなっていうぐらいまで
縮めたら糸端を引っ張ります。見えないぐらいギュッと引っ張らなければ大丈夫です。針を戻して、糸が動く方が針の前に来るように針を戻します。最後の目から数えて6目目、 1,2,3,4,5,6、 6目目に針を入れて、針に糸をかけてこのまま引き抜きます。このままこっちの目も引き抜く。でちょっとキュッと引っ張っておきます。でこれで1段目が編めました。で次は2段目、2段目から増やしていきます。鎖1目で立ち上がって、1つの目に細編みを2目ずつ編んでいきます。引き抜いた目と同じ目に針を入れて細編みを1目、同じ目にもう1目細編みを編みます。1目に細編みを2目ずつ編んでいきます。隣の目にも細編みを2目、でこれを繰り返します。はい、最後まで細編みを2目ずつ編んできました。で引き抜いた目がここにあって、立ち上がりの目で、これが最初の細編みの頭になります。最初の目に針を入れてこのまま引き抜きます。でこれで2段目が編めました。で次は3段目、3段目も増やしていきます。鎖1目で立ち上がって、次は増し目細編みの順番で編んでいきます。引き抜いた目と同じ目、一番最初の目にまずは細編みを2目、1で同じ目に細編み、2、次の目には細編みを1目だけ編みます。でこれを繰り返します。2目1目の順番で編んでいきます。1、2、で次は1目、2目1目とぐるっと編んでいきます。はい、最後まで2目1目と編んできました。で引き抜いた目があって、立ち上がり最初の細編みの頭に針を入れて、で引き抜きます。でこれで3段目が編めました。で次は4段目、4段目から6段目まで細編みを1目ずつ編んでいきます。鎖1目で立ち上がって、1つの目に1目ずつ細編みを編みます。1周が18目になっているので、心配な方は18目あるか数えながら編んであげるといいかなと思います。では6段まで増減なしで編んでいきます。はい、6段まで編んできました。で次からは減らしていくので、その前にリリアンで、リリアンじゃなくても紐でキーホルダーにする方は、上の部分にちょっと紐を出してあげるといいかなと思います。この時点でボントで留めていきたいので、つけていきます。でリリアンとか他の紐などを、少しだけ縛れるぐらいカットをして、これぐらいしか使わないので、全然同じ糸とかでも大丈夫です。なんならこの糸でもいいと思うので、好きな感じでつけてみてください。でリリアンを輪っかができるように普通に縛っちゃいます。だいたい 1.5 センチから1センチぐらい、少しだけでもいいんですけども、お好みの長さになるぐらい、この中からこう出すんですけども、
ちょっと短い方がいいなという方はちょっと短めに縛ってみてください。私は 1.5 センチぐらい縛っていきます。で、余分なところを1センチぐらい残してカットします。で、そしたら表から針を入れて、で、輪の部分を引っ掛けます。で、こう表に出してあげます。で、結んだ部分はこっちに残っている状態で、この糸端のところをギュッと絞っていきます。この時に穴をもう最後まで縮める感じですね、切れない程度に縮めてあげて、で、これだと心配なので、ここでボンドをつけます。で、この糸端は糸始末をしてもいいですし、めんどくさい方は一緒にボンドで留めてしまってもいいかなと思います。私は面倒なので、どうせ隠れてしまうので、少し短めに切って、で、ボンドで留めちゃいます。あんまりべったりつけると表に響いて、飛び出してきてしまうので、取れない程度に。キーホルダーをつける糸の部分ですね、ここにもボンドをつけておきます。で、このまま7段目編み始めてもいいんですけども、結構手にボンドがついてしまったりするので、一度ここで休憩をして、乾くのを待ってから次の段編み始めると手が汚れずにいいかなと思います。一気に編み進めたいなという方は、このままそーっと表に返してあげて、で、ベタベタにならないように編み進めてみてください。で、こんな感じで紐が出ています。では次は7段目。7段目は減らし目、細編みの順番で編んでいきます。鎖1目で立ち上がって、まずは減らし目2目一度していきます。引き抜いた目に針を入れて、糸をかけて手前に引き出します。このまま隣の目に針を入れて、また針に糸をかけて手前に引き出します。で、3本を一気に引き抜きます。で、これで2目一度。で、次の目には細編みを1目。細編みを1目。これを繰り返していきます。このまま2目一度ですね。3本を一気に引き抜く。で、細編みを1目。で、これを最後まで編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。で、そしたらちょっと小さいんですけども、引き抜いた目と立ち上がりがあって、で、最初の2目一度の頭に針を入れて引き抜きます。で、これで7段目が編めました。で、次は8段目。8段目は2目一度全部編んでいきます。鎖1目で立ち上がって、引き抜いた目に針を入れて、糸を手前に引き出します。このまま隣の目で3本を引き抜く。で、次も2目一度、次の目に針を入れて、で、隣も針を入れて手前に引き出します。で、2目一度と最後まで2目一度を編んでいきます。はい、最後まで2目一度を編んできました。で、そしたら引き抜く前に一度綿を入れていきます。これは一番最後まで編み上がってから綿を入れてもいいんですけども、私はこの時点で引き抜く前に綿を入れた方がちょっと穴が大きくて綿が入れやすいので、この時点で綿を入れていきます。じゃあ、この状態で少しずつ竹串とか何か細いものを使って
綿を入れていきます。で、ある程度綿が入ったら引き抜いていきます。この時点でもうパンパンに綿を入れなくても大丈夫です。一番最後にちょっと好みの形になるように綿を最後詰めていけるので、今の時点ではある程度入れて一番最初の2目一度に引き抜きます。綿が入っているとちょっと編みにくいかもしれないんですけども、頑張って編んでみてください。で、これで8段目が編めました。で、次は9段目。9段目はすべての目に長編みを2目ずつ編んでいきます。まずは鎖2目で立ち上がって、これを長編みの立ち上がりとします。長編み1目とせずに立ち上がりとして、で、針に糸をかけて同じ目に引き抜いた目ですね、1目目に長編みを2目、1で同じ目2で繰り返します。隣の目にも綿が絡まらないように長編みを2目ずつ最後まで編んでいきます。はい、最後まで長編みを2目ずつ編んできました。で、そしたら引き抜いた目があって、で、立ち上がりの鎖編み2目、1、2で長編みの頭に引き抜きます。これで9段目が編めました。次は10段目、次で最後になります。次は長編みを1目ずつ編んでいくんですけども、ちょっとひらひらっとさせたいのでピコットをつけながら編んでいきます。まずは鎖2目で立ち上がって、これを長編みの立ち上がりとします。で、1目目に長編みを1目、長編み1目編んだら鎖2目のピコットを編んでいきます。このまま鎖編みを2目、鎖2目編んだら鎖編み1、2、2目目の下にこの2本出ていると思います。ここに横からスライドさせるように針を入れます。で、このまま引き抜きます。針に糸をかけて糸を持ってきたらこっちまで引き抜いちゃいます。で、その時に少しキュッと絞っちゃいます。これで鎖2目のピコットが編めました。で、これを繰り返します。次の目にも長編みを1目、長編み1目編めたら鎖編みを2目、鎖2目を編めたら1、2、2目下がったこの下ですね、1本2本とここに2本あります。ここに横から針を入れます。で、このまま引き抜く、こっちまで。で、ここが結構たるんでいたりするのでキュッと絞っちゃいます。で、繰り返します。長編みを1目、鎖を2目、で、2目下がったこの2本に横から針をスライドさせるように入れてこのまま引き抜く、で、キュッと絞る、長編み鎖2目、で、横から針をスライドさせるように入れて引き抜く。で、これを繰り返していきます。はい、最後の目まで編んできました。で、最後の目まで編んだら
引き抜いた目があって鎖2目で立ち上がってその上ですね、このピコットの右側の目が長編みの頭になります。ここに針を入れて、でこのまま引き抜きます。糸始末をするので少し長めに残してカットします。とじ針に糸端をつけたら中側で糸始末をします。見えないように、長編みの部分ですね、ここに糸を通していきます。何回か糸を通したらギリギリでカットします。で仕上げにまた綿を入れていきます。もう綿を入れなくていいなという方はこの工程は飛ばしてしまって大丈夫です。細いものでギュッと、でその時にお顔が長くなるよりもちょっと横にちょっとしてた方が可愛いと思うので、なるべく横側にこう綿を入れるような感じで丸くしてあげた方が可愛いかなと思います。まあ、縦長の方が好きだなという方はお好みのお顔の形にしてあげてください。で結構、まあ、キーホルダーとかだとこの長年使っていると、なんていうのかな、綿がこうだんだん潰れてきて、ですごく痩せた感じになってきてしまうと思うんですけども、なのでこの時点で結構しっかり私は入れてあげます。はい、綿を詰めてきました。結構私はしっかり入れています。でそしたらこのくびれているところに紐をつけていきます。だいたい50センチぐらいあればもう余裕でつくと思うんですけども、半分ぐらいのところに一度こうつけて、で一回縛ります。でその時にギュッと二重で縛るので、最初の一本をギュッとする感じで、でそしたら何回か糸を巻きつけます。でここの糸の太さでもだいぶ変わってくるので、まあ、太い方がいいなとか、あんまり目立たない方がいいなという方は同じ色の糸を使ったりするといいかなと思うんですけども、私はちょっと太すぎるかな、このくらいの太さにします。ちらっと見えるかなっていうぐらいで、そしたら一度縛ります。でこのままでは心配なので、ちょっととじ針に通してつけたところギリギリのところで何回かちょっと行ったり来たりします。中で綿にこう絡ませるような感じで、で最後にちょっとボンドでつけてしまってもいいと思います。
ボンドでつける方は最後の糸端の部分、これがこう立ち上がりのところに来るように糸を出すといいかなと思います。ここが立ち上がりになっているんですけども、そのあたりに糸を出してあげて、で最後ちょっと糸端切ったところをピッとボンドでつけてあげて、そうすると安心かなと思います。糸端がちょっと出ているので中に隠して、で私はちょっとボンドで留めちゃいます。乾くと透明になるので大丈夫です。では次は目をつけていきます。ここが立ち上がりになっているので、その反対側ですね、ここに目をつけます。で大体の場所を決めていきます。なんとなくこう目を刺してみて、ここかなっていうところ、綿が結構しっかり入っているので、まあ、大体でつけます。例えばもうちょっと上の目がいいかなっていう方は上にしたりとか、もう目で目の場所で全然変わってくるので、お好みのお顔を探してあげてください。私はこの辺りかなと思うので、ここにつけていこうと思うんですけども、例えばこれ3ミリになるんですけど、これが4ミリですね。4ミリぐらいでもお目目が大きくて可愛いかなと思います。あとは5ミリだと大きいかな。お目目が大きいかなっていう感じなんですけども、なので3ミリ4ミリぐらいがこのくらいのサイズにはいいかなと思います。私はちょっと小粒な感じが好きなので、この辺にしようと思うので、ちょっと竹串でグリッと穴を開けてあげます。とかとじ針とか爪楊枝とかちょっと細いもので穴を開けてあげて、で入るかどうか、でそしたらボンドを入れて、でお目目を刺しておきます。多少はみ出しても乾くと透明になるので大丈夫です。で反対側も結構グリッと穴を開けて、でボンドを流し入れます。でこんな感じでてるてる坊主はできました。で刺し目が手芸屋さんになくて、まあ、100円ショップにはちょっとないかなと思うんですけども、手芸屋さんでも見当たらないなという方は楽天とかアマゾンとかでも購入できるので、そういうところでもし欲
欲しいなという方は検索してみると出てくるかなと思います。何ミリ刺し目とかで検索すると出てきます。では最後にキーホルダーのパーツをつけていきます。2本でこう開いてあげて、で止められました。で私はこの間が結構こう隙間ができて、てるてる坊主とかこういう細い紐とかが取れてしまったりする場合があるので、例えばマネキュアだったりとかポンドとかを間にちょっとつけて、落下防止というかこう取れないようにすることが結構あります。でこのポンドは金属とかガラスプラスチックとかでも使えるものになるので、これを少し塗っておきます。間を埋める感じで、あんまりべったりつけると乾くのに時間がかかってしまうので、まあ、少しだけつけて、でこのままそーっと置いて乾かしておきます。はい、こんな感じでできました。だいたい4センチから 4.5 センチぐらいのものになっています。で白い子も一緒に作ってみました。で少し揃えるものが、まあ、糸だけではないのでちょっと多いかなとも思うんですけども、少しの糸で、で短時間でできるので、材料さえあれば簡単にできるかなと思います。で、例えばお子様の遠足とか旅行に行く時とかにちょっと晴れてほしいなっていう時に一緒に連れてってもらえたら嬉しいなと思います。で、私もキーホルダーとして使っています。鍵につけているんですけども、サブチャンネルの方のショートでちょっとお話をさせていただいてるんですけど、私は実はバイクに乗っていて、でやっぱりツーリングに行く時とかは天気がいい方がいいなということで、てるてる坊主のキーホルダーを作って、でバイクの鍵につけています。で私が住んでいる県ではバイク神社っていう神社があって、まあ、実際の名前は違うんですけども、そこにはバイクを乗っている方とか、まあバイクに乗っていない方もなんですけども結構集まってきて、でそこで売っているお守りで、てるてる坊主のお守りが売っています。まあ、それは布でできているものになるんですけども、ヘルメットをかぶったてるてる坊主ですごく可愛いものなんですけど、それを結構バイクに乗っている方たちが買っていったりとかして、鍵とかバッグとかにつけているのをよく見かけます。なので例えば身近にいる方だったりとか、あとはご自身だったりとかバイクに乗る方にプレゼントしても喜ばれるんじゃないかなと思いました。では今回はてるてる坊主のキーホルダーを編んでみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リリナナでした。